外はあいにくの雨ですね。ですね、私ですね、やはりちょっとね、今年本当にやっぱお金が、まあ、今年いっぱいでなくなっちゃうというか、やっぱ自分の仕事の稼ぎだけでは、まあ、やっぱり、一回海外の大会出るだけでやっぱすごいお金やっぱかかるので、まあ、そうすると何年分の活動費っていうのが一気に一回の大会でなくなっちゃうんですけど、まあ、やっぱりちょっと本当に今年いっぱいでも本当に選手は続けられないなっていうところで、まあ、サーカスファンっていう、まあ、そういうファンから、まあ、お金をこう、まあ、募るというか、クラウドファンディングとはまた違うんだろうけど、なんかそういうファンを増やして、そこから利益っていうか、その活動費にするというか、私自身もちょっとあまりよく、まあ、ちょっと理解しきれてないんだけど、まあ、そういうのを見つけて、登録することができました。で、まあね、そんなすぐファンなんて集まんないと思うんだけども、僕、そんな、どれだけ自分を応援してくれる人いるかちょっとそれもわからないんで、まあそれとやまあ本当はね、なんかよく調べるとね、アスリートをこう助ける助成金制度みたいなのもあるんだけど、私そういうの知らなくて全然無知で、もう今までの大会の領収書とかって多分ほとんど捨てちゃったと思うんですよ、領収書とか。まあ、エントリー代、経費、あとホテル代、渡航費、かなりの額、去年はかなりの、もう本当に100万以上かかってるんですけど、だから今更、もうあれだし、まあ、ちょっともったいなかったですね。だから、まあ、今からね、こうやってジタバタして、やっても、大きな解決にはならないと思うんですけど、まあ、はい、一応そういう、サーカスファンっていう、まあ、私のファンサイトを作ったので、まあ、ぜひ、まあ、登録していただけたら嬉しいかなと思います。はい。よろしくお願いします。